ソロギターってすごい難しいじゃないですか。でもこの曲すごいシンプルなのでうってつけの曲なんですよ。でポイントとしては空いたところをどうやって使うかっていうところですね。日本の皆さんどうもこんにちは。名古屋弁でジャズギターこちゃん時間でやってこみやということで今日も早速やってこまい。ということで今日はそうですセプテンバーインザレインソロギターやっていきましょう。はい、ついにやってきました。ジャズのソロギター編ですね。難しいですね。でも簡単にできるようにしてあります。で今までやったことは全部ギュギュッとねまとめる形になりますので、今までメロディーやってコンピングやってアドリブの基礎編やってアドリブ応用編やって、ウォーキングベースやってっていろいろやりましたね。でまだ見てないよという方はぜひぜひ見ていただければ今日の動画より理解できるかと思いますので、この動画が終わった後でよろしいのでぜひぜひ見ていただければと思います。はい、ということで例に漏れず先ほどからずっとこちらコード進行出してましたね、楽譜ね。はい、時間の短縮ということでもうおしまいです。はい、ということで早速やっていきたいと思います。でもその前にもう一度フルでソロギター見てください。という感じで、もうこの動画が終わった後にはもう皆さんこのようにできるようになってますので、これからゆっくりアナライズしていきたいと思います。アフタクトのやつでだからね、これだけ入れちゃえば B フラット7ね、フラット13を鳴らして1,2,3,4,1 入るといいと思います。でこの後メロディーにこっちに行きますので、この時にオクターブでやってあげるね、そうすると音が広がるのでね。で、その時に人差し指の腰でといきます、ね、そうすると音ここ残りますので、この E フラットのルートの音が残るので、ね、ここがまだ継続してるんだなっていうのが伝わると思います。でこの後このまま薬指下げて人差し指でこれ B フラット7の、ナインスになります。でこのまま E フラット7いくからメロディーこれでもいいし、メーターでもいい、トップだけでもいいよ。で、ここの音だね。こっちで弾きます。ここの E フラットセブンスのセブンスオンベースの E フラットセブンだね。これにフラット13これ入ってるんでね。どれかこれでもいい。あとこっちの方が指楽なんだよね。綺麗な割に、綺麗な割に、綺麗なくせに。まあそんな感じだね。いくので。この後、楽譜見ていただけるとスペースいっぱいありますよね。ここの時にいろんなおかずを弾いてあげると、あのジョーパスみたいになるんではないでしょうか。うん。とかでもいいよ。でもいいね。
で、今やったのは、ということで、ここ最後にこうね、弾いてあげる。こう全部副音だけどね。で、こうで早くやることによって、ちょっと間延びがしない。勢いがここでパッて出る。このままゆっくり弾くとちょっと変化がないので、僕はわざとこうやってやることが多いです。とメロディーがあるんだけど、これだとちょっと寂しいので、とちょっとおかずを入れてあげる。で、小指ここに来たら、A マイナーここだからね、ここパッと弾いてあげてください。で、この後、あれを入れました。という感じで出てきます。で、これなんだというと、はい。見てる方はわかるかと思いますが、アドリブの基礎編でやったね、D フラットの、ミクソリティ。で、最後半音を上げると、このセブンスの、メジャーサードになるよっていうこの技がありますので、まだ見てないよという方はぜひぜひ見ていただければと思います。なので、こういう感じで、いろんなところの情報が生きてきますのでね。で、オクターブでいって、人差し指残して、と、メロディーをちょっと変えて、で、ここ、メロディー最後弾いて、コード弾くと。で、この後またスペースありますね。こういうスペースが空いたところは、アドリブ入れたり、いろんなね、ことができますので、コードで遊んでもいいですよ。とかでもいけるよね、コードだとね。でもいいよね。とかね、セブンスでメジャーでもいいよね。何でもいいんだけど、こういうリズムとコードを変えて遊んでみるっていうパターンもあります。で、今は。と、もうベタに、なんだっけ、マイナーペンタトニックを弾きました。で、これで A のとこ終わりだね、最初。で、先ほどやった B フラット7の A フラット13のね、入れて、今度また、次の A ね。で、あとリハもで、といきます。これだけはしょうがない。これでもいいんだけど、やっぱりベースを入れときたいっていう心理が僕の中で働いてしまいますので、で、これに、はい、このポジション。こっちでもいいです。こっちのポジションでも。なんか僕こっちの方が好きなんだよね。この場合はね。ワン、ツー。ね。2拍目だからかね。なので、こっちのメジャーセブン王道のとこに帰った時に安心するよね。ちょっと安定しない。で、安定すると。という感じ。本当はこっちはこっちのポジションの方があれなんだけども。まあ、こっちの指楽だし。B フラットマイナー。ね、でここでちょっと変えましたとリズムを入れてあげますと入れます。でこうするとメロディー本当はここ入れなきゃいけないんだけど入らないじゃないですか。そういう時はもう慌てて入れる、慌てて入れるっていうかね、という感じでわざと送らせてるんだよって堂々とした顔でやればバレないと。でまたここ E フラットメジャー来たのでここでやると。でまたおかずなんでもいい、こっち高いところでやりました。で、ここで、とリズム入れて、パッと切ることによって、次、サブドミナントマイナー、Aマイナーに切り替えるよっていうね。と、いきますね。で、こっちでまたコード弾いて、で、次、こっちのポジションで弾きました、またコード。ね。これ、6弦ルートのオクターブアップ、オクターブ違いなのね。1度、5度、7度、マイナーサード。1度、5度、7度、マイナーサード。この並びが同じです。で、と B フラットに行きました。で、ちょっと忙しいよっていう方がいましたら、でも全然いいですよ。だとここ、ね、この6入れちゃうとあれなんで、これでフラット13を入れて、オルターの感を出してあげる。解決してるよ。ね。演出をしてあげてください。で、この後と普通に行きました。で、メロディーコード入れて、この後これ
これなんだ。はい、これ E フラットの、メジャーペンタトニックです。3度、2度、1度、6度、5度でしょ。あとオクターブ下がるだけで、ここまで下がる。という感じでね。で、次ブリッジ行く準備。で、これに対して A の C を入れてあげる、ね、で、ベースを動かしたかったら動かしてもいいんだけど、忙しいのでね、もうこのままでも全然いいです。で、とメロディー行くので、ここでメロディー弾けるね、コードと一緒に。で、トップ、コーナー、インス、このまま動かす。で、今度 E フラットゼロ。ベース弾いてもどちらでもいい。で、メロディーここ。簡単だね。で、難しければ、オクターブでもいいよね。で、この次にちょっとだけ変えました。半上 B マイナー E フラット7 B フラットマイナー E フラット7という形で、でこれを必ず入れないとここに戻れないのでね、という感じで入れてあげてください。はい、でここで雰囲気変わるからね、こういうアレンジを入れるとね。でこの後これなんだ、A フラットのメジャーペンタトニックです。3度。で、5度いって、6度いって、1度。3度いって、5度いって、6度。1度。3度いって、6度いって、5度。1度。なります。これ3度のところ、半音下から入れてあげる。ね、こんな感じで。ね、かっこいいでしょ。ちょっと難しいけどね。最後で弾いた後に
セッションとかでやっていきましょう。1度いって、4度いって、フラット5度いって、5度。で、シングルでやるときは、下がっていく3度までね。で、上上がる人は、こうやって上がっていく。なので、ちょっとずつバリエーションを増やしていったんですけども、全部最初の A のパターンでやっても問題ないね。という感じで同じパターンをずっとメロディー繰り返して、その間ところをどうやって埋めるかっていうやり方もありますので、はい、という感じでセプテンバー・イン・ザ・レインのソロギター編、これで終わりました。はい、こんな感じで楽しく練習してやって楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。で、今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタンやコメント欄に何か書いていただければ励みになります。で、何とも思わなかったよって思った方は赤ちゃんのお尻拭きとだけでもコメント欄書いていただければこれ幸いでございます。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。